セレッソー大阪に移この跡の噂があるレオセアラ選手ジョルディクルークス選手のニュースについて振り返りますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします11月5日セレッソー大阪が来季の新戦力として 横浜、F、マリノスのレオセアラ選手の獲得に乗り出してていいることとが分かったと報じています。レオセアラ選手は1995年2月3日生まれの現在27歳身長1 7 8センチ、体重7 8キロの選手ですブラジル出身のレオセアラ選手はリートーリアの下部組織出身の選手で2014年にリトーリアでトップチームデビューを果たしますがデビュー以降にシーズンの間出場機会に恵まれず2016年に FC 琉球に期限付き遺跡で加入しましまた FC 琉球では23試合に出場2得点という結果を残しましたその後はブラジルに帰国し期限付き移籍を重ねる中で得点能力の才能を開花させていきました2021年1月23日横浜 F ・マリノスへ完全移籍27試合出場10得点後アシストの活躍をしました今シーズンは 31試合出場11得点3アシスト2年連続2桁得点を達成しました11月5日セレッソー大阪が来季の新戦力としてアビスパ福岡のジョルディ・クルークス選手の獲得に乗り出していることが分かったと報じています関係者によるとすでに正式オファーを提示交渉は順調に進められているといいますクルークス選手は1994年1月15日に市生まれの現在十八歳 身長172センチ体重70キロの選手ですベルギー出身のクルークス選手は7歳の時にペンクのアカデミーに入団2012年にトップチームデビューを果たしましたその後オランダ国内クラブを渡り歩き2021年1月8日アビスパ福岡に完全移籍で加入25試合出場4得点にアシスト今シーズンは31試合出場 4得点4アシストでアビスパ福岡の J1 残留に大きく貢献しましたレオセアラ選手、ジョルディ・クルークス選手の動向に注目しています以上、リッパーのサッカーチャンネルでした